こんにちは。私のね、名言というかね、座右の銘の中に、相談事には、相談には乗っても愚痴には耳を貸すなっていう言葉があるんですよ。これ相談事と愚痴って似ているようであって全然違うんですよね。相談事っていうのは決断を、まあ言ってみればね、委任されてるわけなんですよ。ああやれこうやれと言われてるわけなんですよ。どうしようかって困ってるところに回答を求めてきてるんですよね。まあですんで自分なりの回答をアドバイスしてあげるってことが成り立つんですけども、この愚痴はね、なんで耳を貸しちゃいけないかっていうと、愚痴はただ聞いてもらいたいだけなんですよ。要するに時間の無駄に付き合ってくれって言ってるわけなんですよね。まあですんで、その愚痴に付き合わされないためには、まあ、愚痴には耳を貸さないよっていうふうに突っぱねてあげるか、もしくはね、まあ愚痴が来た時に解決策を押し付けるかですよね。それは面倒くさがられると思いますけども、そうなると面倒くさいなと思われると、そういう愚痴を言いに来る人がいなくなるんでいいわけなんですよ。もちろん人生に余裕があればいくらでもそういった愚痴に付き合ってあげればいいんですけども、人生に余裕がない人が人の愚痴に付き合ってね、ああそれは会社が悪いよねとか、お前さん全然悪くないよと、それはしょうがないよねっていうふうに言って、なんか意味あるのかなと思うんですよ。結局周りの環境が自分の実力を引き出していないんだとかね、昔こんなことがあるから未だに実力が出せないんだって言いたいがために人の時間を奪うって、まあ、最悪なわけですよ。まあ、ですんで、全ての人生の選択は、まあ、自分でやったんでしょっていうことで突っぱねていくことと、まあ、自分は運に恵まれてないっていう人がいたらね、あ、じゃあ75年前にこの国に生まれて毎晩空襲で知り合いが毎日毎日死んでいく、ね、両親も焼け出されて東京大空襲10万人一晩にして死ぬで、日本全国各地空襲じゃなくても10代20代はみんな徴兵で南方先生に送られて誰も帰ってこないみたいなね、そんな時代の方が運が良かったですかみたいなね、いやいや極端な時代と比べすぎだよって言うんだったら、じゃあ江戸時代と比べましょうか、石器時代と比べましょうか、結局一番いいのはいつなんだってことなんですよね。やっぱり今この瞬間に生まれたことに奇跡を感じないといけないだろうなというところはあるんじゃないかなと思うんですよ。で、いい時代に生まれたのにクリスマスだとかね、浮かれてるわけですよね。身の程を知れって、まさに人生余裕がある人がやることなんですよね、それは。もしくはもう自分の人生に余裕はもういらないと、もうこのままで行くんだというふうに諦めた人は今日明日の楽しみにこうすればいいと思うんですけどね。まだ笑ってる身分じゃないのにあれこれちょっとね、はしゃぎすぎだし無駄な時間を過ごしすぎだなと思うんですよ。なんでね、同じテクノロジーが与えられてきて圧倒的に稼いで自由になる人と、相変わらず今日も遊んで、ああなんか全然自分には運が向いてないっていう人といるのかと、要するに遊びとかね、そのコミュニケーションに消費されてるわけなんですよね。カモになってるわけなんですよ。いや、そんなカモばっかりだから、ちょっと真面目にやったら勝てるのに、ほんのちょっと真面目にやるだけでいいのにやらないというね。まあだから今年もあとね、2週間ほどしかありませんけども、あとね、100万200万ぐらいは稼ぐ気持ちでもう一花今年中に咲かせるつもりであれば、この同じ時間でね、やっぱり何百万も稼ぐ人と何万円か消費する人とね、分かれるわけですよ。それこそね、クリスマスを楽しむぞ、年末年始12月だって言うんだったら100万200万使うぐらいの余裕がある楽しみ方なんだけども、節約して切り詰めてね、最小限のお金でみたいな感じなわけじゃないですか。いや、それでいいんだったらいいんですけども、そこに不満愚痴を漏らすなってことですよね。だったら愚痴らなくてもいいような人生を選択するしかないということでね、なんか叱咤激励をする意味で、私に来た相談ごと愚痴は、そうだよね、しょうがないよねとは返さないですね。それあなたが選んだ人生ですよね。これからもその人生選ぶんですか、どうするんですかね。ABC って選択肢がありますと、私の言う通りにやったら少なくともそれまでの人生に帳消しして取り戻すことができますけども、選ばないんだったらまあそのまま行くだけど、まあ、来年からやろうとかね、来年からやろうバカ野郎ですよね。地下に落ちた班長ですら日々どうやって稼ごうかなとかね、書き放題とかって考えてるわけですよ。書きピー食べ放題とかね、なとこですかね。よし。で、ちなみにね、今ちょっと物が届いたんですよ、吉谷さん。
このブツを開けると何が入ってるか。はい、ついに私も時間の無駄をするために利根川全10巻買ってしまいました。ざまみろ、いってらっしゃい。